そして今日戻ってきた田中正義です。野村から最後の打席4回目、外の変化球は当てただけのバッティング、セカンドゴロでした。山がここで登場です。大体代打栗山、ストレート見逃しの三振でした。155の伸びでした。そうですね、追い込まれてながら、いい高さ、ナッシング